つもご視聴ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。アイロンプリントに役立つ情報を配信していますので、チャンネル登録お待ちしております。今日なんですが、まあ、4月久々の投稿になります。2021年の4月なんですが、まあ、新入社員のですね、まあ、入ってきまして、それの教育というかところ、またですね、ここにある、はい、ホビーショーですね、はい、これが4月27日に開催される予定だって、それに対しての準備に追われていました。ただ残念ながらですね、まあ、このホビーショーなんですが、中止が決定してしまいました。このホビーショーの中止が決定したのもですね、開催の本当に3日前かなぐらいになりまして、まあ、本当に直前になってしまいました。これに関しては、まあ、東京都の緊急事態宣言を受けて、ビッグサイドさんのですね、その通達っていうところが影響しているみたいで、まあ、本当に主催者側、まあ、こういった出展者側というのは準備 100% のほぼ状態だったので、その状態で中止ということで、結構ダメージがちょっと大きいところでございます。ただまあそういってもですね、仕方ないところでありますので、弊社としてはですね、このホビーショーでですね、ご案内する予定であったものをですね、まあ、ご案内していきたいと思います。まあ、フラット展示会に来てですね、それで、あ、これなんだろうっていう方に対してのちょっと説明をですね、していきたいと思います。まあ、今ですね、まあ、種類だけのマスクへのプリント、オリジナルのプリント、まあ、本当に世界に一つだけのハンドメイドができるのですね、弊社このパウダープリントが質のところでも優れてると思います。まだ知らない方は、アイロンプリントの新常識、パウダープリントをぜひですね、この動画を機会にご覧いただければと思います。では、どうぞ。はい、まず、当社クイックアートなんですが、クイックアートは転写紙のメーカーです。こういったアイロンプリントをする用紙を開発、販売しています。こちら、弊社の商品なんですが、白単色生地用の転写紙です。インクジェットプリンターで印刷をして、反転印刷をして、これでアイロンをつけてやると。で、これはですね、はい、このように枠がですね、ちょっとついてしまいます。で、皆さん、パウダープリントご存知でしょうか？パウダープリントは第19回日本ホビー大賞に選ばれた商品です。これをですね、皆さんちょっと今覚えてください。これから、はい、反対にしますと、はい、この枠がなくなったんですね。インクの部分だけがプリントできる。これがですね、パウダープリントのすごいところ、個人の方でもできると。アイロンプリントの新常識ということでですね、多くの方に今ご愛顧いただいていますが、まだ知らない方がいるのも事実です。これを皆さんに知っていただきたく、ホビーショーの出展を決めました。が、ちょっとなかなかこれはもうできないことになってしまいましたね。このオンラインでお伝えしたいと思います。それでは展示会風でですね、実際来られた方、初めて知らない方にですね、説明するような内容をですね、今からしていきます。まあ、少しちょっとカメラの都合上座らないといけないのでご了承ください。はい。まずですね、今申し上げたパウダープリントなんですが、インクの部分だけがプリント表現されるということで、このような類似商品は個人用の商品で他にございません。なので本当にこのパウダープリントでいうのはですね、唯一無二の商品になっています。こちらには持っているこれはですね、パッケージのものになっています。こちら A4 3枚で1200円の税別で販売しています。またですね、この手書きパウダープリントというのも販売しています。またメタリックパウダー、木材パウダーと、パウダープリンターですね、いろいろなものに表現ができる繊維のものであればですね、ということで、シリーズとしてホビー大賞をいただきました。こちらはですね、パウダープリント、インクの部分だけがプリントできると言ったんですが、アプローチが2つございます。これがこういった、はい、プリンターを通して印刷をする。また手書きを通して印刷する。これについて説明していきます。ではまずインクジェットプリンターについてご案内していきます。このインクジェットプリンターなんですが、世の中に大きく分けまして、染料インクと顔料インクのタイプに分かれます。で、フルカラーのパウダープリントをされたい方は、全色顔料インクジェットプリンターがおすすめです。数あるプリンターの中で、種類としては少なくなっています。弊社としてはエプソンさんの PX105 をご案内しています。こちらもですね、商品の説明文にですね、ございますが、約1万2000円ほどのセット商品で販売しております。またですね、染料インクでですね、プリントをすることもできます。キャノンさんなど黒だけ顔料というですね、プリンター多くあるんですが、他の色も少し混ざるんですが、こういったですね、黒文字だけやりたい場合は十分パウダープリントですと表現が可能になります。で、こちらですね、染料インクと顔料インクですね、違いがどのようになっているかと言いますと、まずこちらがですね、全色顔料インクジェットプリンターで作ったものです。このような表現になっています。一方ですね、染料インクで作った場合は、はい、分かりづらいかもしれませんが、少し薄くなるんですね。こちら、顔料インクで。こういった薄いものでもいいですよというものはいいんですが、こういった洗濯などをする場合ですね、こちらもちょっと落ちが早くなります、染料インクの場合。やっぱりこの顔料インクジェットプリンターというのがおすすめです。
それがありますとですね、初めに私がですね、ちょっとご案内、冒頭でしていただいたこういったフルカラーのですね、プリントマスクができていけます。まあですね、この全色顔料インクジェットプリンターを使っての作り方なんですが、こちらも数多く動画で上げているんですが、簡単にご案内いたします。こちらですね、A4 3枚セットのパウダープリントシート。ここに粉も入っています。これでこのプリンターですね、反転で印刷をいたします。で、印刷をした後なんですが、このですね、はい、生地に当てる前に、パウダーという粉をですね、振りかけるんですね。で、振りかけた後に、この、はい、生地に当てて、家庭用アイロン。これぐーっと押していきます。で、それで終わりと。冷ましたら紙を剥がして完成ですと。これがですね、本当にこういった家庭用インクジェットプリンターと、この家庭用アイロンだけで、インクの部分だけがフルカラーできると。これはですね、まあ、他の商品、業界的にはございません。なので、プロ顔負けの仕上がりができます。これの仕上がりですね、ちょっと次ご案内いたしますので、家庭用インクジェットプリンターでのパウダープリントをご覧ください。では、今回ですね、ご案内しようとしていた、このパウダープリントで作ったマスク、インクジェットプリンターですね、をご案内していきます。はい、こういったですね、細いデザインも表現ができます。かなりちっちゃいですね。ただですね、おすすめしたいのはですね、こちらも前回、まあ、前回というか以前の動画であげたんですが、こういうですね、はい、全面柄のプリントも個人の方ができてしまいます。これは結構すごい、うちのスタッフの人が作ってくれたんですが、ですこのパウダープリントをですね、まあ、そもそもで言いますと、こちら白やピンクがありますが、濃い色、まあ、黒のマスクなどの濃色生地へのカラー表現はちょっとできなくなっています。やっぱりですね、こういった、はい、白単色生地でしたらできます。で、今みたいにですね、こういったデザインもできます。でちょっと苦手なところはですね、ご案内いたしますと、はい。ちょっとですね、イラストが濃くなったり、ベタが増えますと、この A というイラスト分かりますかね。ちょっとインクが乗りすぎてしまって、ボコボコボコっとした表現になってしまうんですね。でどちらかといえばですね、線が、こういったですね、はい、どちらかというと、細い線は、はい、難なくできますが、大きい丸のドンとした形ですと、ちょっと難しい時がございます。インクがちょっと乗ってしまうと。そうですね、この、はい、マスクいろいろ作っていいと思ったんですが、こういった一面にちょっとマスクのですね、柄を作るぐらいでしたら、基本的に問題ないかなと思います。まあそういったところですね、まあ今ちょっとご案内した一般的な服も当然プリントできるんですが、生地ですね。こういったマスクのところでこのパウダープリント面白いなと思います。はい、次は手書きパウダープリントのご案内いたします。まあ、こういったですね、プリントがすることができます。外していきます。手書きパウダープリントなんですが、まあ、インクジェットプリンターがないよと、また全色顔料インクジェットプリンターがないよとか、まあ、いろいろですね、ちょっと制限がプリンターの、はい、必要性によって出てくるんですが、こちらですね、私、まあ、非常におすすめです。まあ、必要なペンというか、向いているペンですね。これさえあれば、手書きで表現ができるんですね。はい、まあ、こちらですね、ざっとこのように、はい、メーカー様がございます。まあ、日本理化学工業さんのキットパス。いやですね、あのフィットラインなどですね、さまざまなペンに対応しています。こちらですね、ペンの種類というのは世の中文房具屋さんに行くとたくさんあるのでですね、まあ、ちょっとこれっていうのはですね、なかなか種類分けが見づらいところで、弊社が今までですね、やったこういったリストがございますので、これに沿った形で皆様ご用意いただければと思います。また実際、あるペンを試してみるのもいいかと思います。こういったですね、はがきサイズというのも販売しています。一応これですね、普通のインクジェットプリンターでやるタイプ、プリンターでやるタイプと同じですので、この2つですね、使えます。まあ、お求めやすい価格ですので、はい、ご参照してください。まあ、これのですね、まあ、何がおすすめかと言いますと、まず、ごめんなさい、手書きパウダープリントの、必要性ですね。まあ、直接マスクに書けばいいんじゃないかと思われるかもしれないんですが、まあ、実際この生地に直接書いたことがある方はわかると思うんですが、まっすぐ線を引くというのはですね、難しいんですね。やはり繊維のデコボコでボコボコになっていきます。あとはですね、洗濯の耐久性がですね、パウダープリントを使うと強くなります。実際はまだ手書きで書いたものになりますと、生地上に乗った状態というのがほとんどですので、あまり強くないです。そうですね、あとまだ失敗してしまうと、この生地ごと、
はい、マスクごとダメになってしまうんですが、パウダーの場合は失敗したらこの髪がダメになるということで、あまりダメージが少ないです。この3点においてですね、綺麗なものを表現するということで、この手書きパウダープリントおすすめなんですが、一番このプリンターとの違いでおすすめな理由はですね、やはり書いてですね、それを転写するっていう、この書くっていう工程が思いのほか楽しいんですね。まあ、なかなかこの書く機会というこの少ない方もですね、昔の動詞に戻れる、まあ、このハンドメイドですよ、まさに。ができますので、結構この仕上がりが楽しいです。で、1回目ですね、やると、やはり書いたイメージと実際の仕上がりが多少違うんですね。次への創作意欲が湧きます。これもですね、弊社のスタッフが作ってくれたんですが、だんだんですね、やっていくたびに上手になっていきます。なので、この手書きで書いて、パウダーをつけて、この生地に合わせてアイロンすると。それで、またインクの部分だけがつく、このクオリティとこの工程、この2つが楽しめるのが手書きパウダープリントのおすすめです。このマスクで手書きのオリジナルっていうのは本当に少ないと思いますので、ぜひオリジナルマスクを作りたい方にはおすすめです。次にまた仕上がりをご案内いたします。次に手書きパウダープリントで仕上げたものです。はい、こういった可愛いイラストが、まあ、自分の本当に好きなハンドメイドで作ったデザインがプリントされます。こういうですね、はい。こちらはサラサで作ったものです。ペンですね。はい、こういうですね。これはちょっとインクジェットプリンターでやったものでした。これですね。はい、これも女性スタッフが作ったのですが、やっぱり可愛いですね。はい、表現ができます。こちらは、はい、蛍光ペンですね。はい、洗濯の堅牢度もトップクラスのですね。まあ、4、5級、まあ、トップではないですが、まあ、4、5級問題ない範囲です。こういう、これは呉竹さんの墨のペンでやったものです。こういう表現もできます。こういったですね、細い表現もできます。こちらですね、このペンでの表現というのはですね、手書きを作る工程が楽しく、なおかつ選択肢でも落ちづらいというものがございます。比較的ですね、インクジェットプリンターの、まあ、そう種類を選ぶところと比べてですね、比較的簡単に始めやすいですので、ぜひですね、ハンドメイドのところでお楽しみいただければと思います。では最後に、プリンターでも手書きでも表現できる、このメタリックパウダーについてご案内したいと思います。このメタリックパウダーですが、まあ、金、銀をはじめとした、こういったプリンターなどで表現しづらい、はい、こういったものはパウダープリントでできます。これはですね、やり方至って簡単です。まあ、先ほどですね、ご案内していた手書き、またはパウダープリン、手書きまたはこのプリンターでのパウダーですね、の仕上がりに対して、この箔紙をですね、はい、まあ、こちらシルバーのものなんですが、取って、で、上に重ねて、このアイロンでプレスして、はい、冷めたら剥がすと出来上がっていますよ。このようにですね。これね、まあ、いろんな色が重なっていますので、このですね、箔紙をいろんな色ですね、ちょっと雑多に、はい、ちょっと適当にですね、ちょっとつけたものであるんですが、こういったゴールド一色とかですね、こういったものですと簡単にできていきます。ここにあるですね、まあ、ゴールドの紙。こちら A4 1枚200円で販売しています。これですね、このように重ね合わせてプレスして剥がすと、このような表現ができています。細かい表現までできます。こちらなんですが、まあ、こういった手書きですね、プリンター、まあ、こういった、コスプレをされる方の衣装作りなどで活躍しているんですが、当然マスクでも表現ができていきます。こちらこの、はい、パウダープリントに対して、はい、この、1200円に対してこの A4 1枚の200円のですね、紙を買っていただくのも大丈夫ですし、こういったシルバーやゴールド、まあ、各色ですね、A4 3枚でこの紙が3枚付いて、この価格で現在販売しています。なのでですね、すいません、これでプリンターの種類についてのご案内なんですが、こちら、基本的に黒一色で表現してください、モノクロで。それでですね、多くのプリンターがですね、はい、顔料のものが含まれています。一方ですね、全部が染料のものになりますと、やはりこのインクの濃さでこの月が変わりますので、少し難しいと。このあたりもですね、説明文の URL で作り方、また解説していますので、こういったキラキラのプリントをされたい方はですね、ぜひメタリックパウダープリントをご案内ください。では次に作ったサンプルをご案内いたします。ではメタリックパウダーについてご案内いたします。このような、はい、キラキラの表現ができます。
でもなおかつ細いですね、表現このように。これはゴールドですね。できます。マスクのサンプルが、はい、現地で作ろうと思っていたのほとんどなく恐縮ですが、はい、お参考になれればと思います。カラーですね、はい、こちらですね、手書きでもプリンターでもですねできます。プリンターはですね、黒が顔料であれば、はい、概ねできていきます。このようにですね、はい、で作り方はですね、はい、すいません、ちょっと今回あげると時間が長くなってしまうので、他のですね動画で数多くありますね、ご参照ください。このような、はい、プリンターのようでは、まあ、プリンターのようではプリンターでは表現できない、こういったものが簡単に細い線まで表現ができます。なおかつ選択の強度も強いですので、おすすめです。今まではですね、今回の展示会ホビーショーでですねご案内したかった内容です。でこれはですね、皆さんに伝えたかった内容です。インクの部分だけ、描いた部分だけが表現できるアイロンプリントの新常識、パウダープリント、これですね、まだ知って、まあ、知られていないところもございますので、これを機にですね知っていただければ幸いです。またですね、こちらちょっと見えられますかね、はい、自分だけのプリントができますよと、はい、まあ、去年からのオリジナルのマスクを作るにあたってはですね、はい、まあ、こういった既存にあるイラストを、まあ、貼ったり、そういった表現、まあ、これも当然楽しくいいと思うんですが、本当にこの、はい、エンジョイホビークエロしたい、この筆記体ですね、書体でフォントでしたい場合、なかなかやはり探すのは難しいかと思うんですが、このパウダープリントを使えば自分のしたいイラストを自由自在にできる、まさに世界に一つだけのハンドメイドのものが作れますよと。で、細いイラスト表現もできて、まあ、今マスクを洗うというのもですね、基本的な使い方になるんですが、選択にも強いということで、多くの方にお役立てるかなと思いまして、はい、準備をしてまいりましたが、今回ちょっと残念ながらですが、オンラインでのちょっとご案内になります、はい、現在ですね、コロナの影響がまだ続いていまして、厳しい時でございますが、このアイロンプリント弊社のものがですね、皆様のお役立てになれれば幸いです。またですね、このホビーショー、まあ、出展できなかった方ですね、まあ、オンラインでいろいろこのハッシュタグをつけてあげていますが、一緒に盛り上げていければなと思います。今回ですね、ちょっと動画の時間上ですね、この制作する時間です、工程をちょっとご案内できなかったので、こちらですね、関連動画また説明文の URL コメントなどですね、ご参照ください。まあ、細かくですねご案内していますので、きっと初心者の方でもできると思います。また商品はですね、弊社のホームページから販売しています。また楽天やアマゾンでもございます。まあ、ちょっと撮影しているこの時期ですね、次ゴールデンウィークが入りますが、ゴールデンウィークでも出荷していますのはアマゾンです。 FBA でやっていますので、ご参照してください。またご不明点とはですね、コメントを掲示板にいただければと思います。まあ、今回ですね、こういった、オンラインでのホビーショーというところで、ちょっと皆様にご案内したい内容を伝えきれたかなと、ちょっと不明なところでございますが、ぜひですね、今後もアイロンプリントに役立つ情報を配信していますので、ご視聴ください。今回どうもご視聴ありがとうございました。